口駅名解説へようこそ。この新企画、一口駅名解説は、多摩地区の駅名の由来やエピソードを、1分から2分程度の一口サイズでサクサク紹介するシリーズだよ。朝7時、できるだけ高頻度で投稿できるよう頑張ります。それでは本題に入るよ。今回は、多摩都市モノレールの、中央大学、明星大学駅の、名前の由来について解説していくよ。この駅は、最初は地名から名前を取って、東中野駅になる予定だったけど、中央総武線に東中野駅があるから、別の名前を付けることになったよ。その時、駅が明星大学の敷地を、使って建てられていたから、明星大学が自分の名前を、駅名にするよう主張したんだね。お向かいの中央大学も、自分の名前を駅名にするよう主張したよ。それから、地名の東中野を入れてほしいという意見も、少数ながらあったらしく、自治会や地元議員を巻き込んだ、三つどもえの戦いになったんだよ。そこで、当時の八王子市長の意見が取り入れられて、両方の大学の名前を併記するという妥協案が生まれたよ。中央大学の方が先に来たのは、自治会の多くが中央大学という名前を、支持したかららしいね。ちなみに、地元や中央大学は、中央大学駅、あるいは、中大駅、と言い、明星大学は、明星大学駅、明星大駅、と呼ぶ傾向にあるよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。